コラボス、関西百名山。ワウワウ。おはようございます。今日は10時18分、瓢箪山駅近鉄やってきました。今日はですね、ちょっと遅めスタートなんですが、今からランチにまず向かいまして、その後睡眠に行くねんじゃさっき。生駒のツツジをご覧に入れて、それからランチしてから、生駒山、はい、第20座目に向かいたいと思っておはりい。ます。神社。瓢箪山稲荷神社。10時22分、駅からですね。オール歩きでここまで来てます。登りきついてね。17分が経過、10時36分です。はい、今からですね、楽々登山道と言われている、あの舗装路で山が登れるところ、車椅子の方でも登れるあの登山道がありますので、そこ経由で登っていきたいと思っております。はい、10時44分、駅から徒歩で25分が経過しました。ここはどこですか？楽々登山センター、センターハウスだそうですね。この上に見えてますね。ここ確か自販機とかいろいろある施設です。でここから楽々登山道で登っていきます。まあ、無料の駐車場がね。あ、いいですね。9時から5時まで。9時から5時です。え、しんど。雨上がりで空気はきれいやね。うん、ちょっと湿度高いけど。お手洗いもあります。はい、でここセンターハウスですね。ここはね、電動車椅子の方も入れるように、トイレもすっごく個室もゆったりしてますし、うん、電話ボックスも車椅子ごと入れるようになってて、でああいうところにちょっとずつ休憩ができるように出っ張りもついてるんですね。うん、うん、山の香りが楽しめて、本当は走ったらいいトレーニングなんでしょうが、今日は歩きます。歩くんかちょっとだけ走ろうかな。しぶた、はい、やっぱり歩くことにしました。ね、連休の疲れが溜まってるからね、足が重いわ。元気にこう歩いて、はい、体をほぐすと、はい、1、2、1、2。はい、生駒は割と道がたくさん分岐しているので、うん、案内はあるけども、どっち方面に向かうっていうかっていうのをよく把握しておかないと、ちょっとわけわからんところに出ちゃいます。何度も迷いました。5分46分は経過したところで、どんぐりの道、ここを左に上がります。はいはい、おお、いい感じ。はい、どうぞ。きっつい丸太を登り切ったら、そう、そこが、これ、どんぐりの道、南出会いですね。はい、こう出ますと、そうすると、そこは、じゃあ、めくるめくツツジの世界、ちょっと終わりかけ。終わりかけやん。まあ、いろんな色がね、こうね、
今日終わりだね。あの今からこっちがね、いわゆる羊のロールケーキと言われてるようなこう、はい、プルーンってなってるゾーンなんで、こっちまで行きましょう。はい、ここちょっと終わりかね。はい、駅からちょうど1時間経過、距離は 3.8 キロ、はい、ちょっと盛りを若干過ぎてますが、昨日の雨でちょっと花がやられてますけど、綺麗やね。みんなよう分かってるのかな、誰もおらんな。ああ、よう分かってる。あの雨が降るとこんな感じに茶色くなるんですよ。雨が降る前に来るのが正解。お前誰もおらんて。珍しいな、こんな時期に。ほんまや。展望スポットです。はい。はい。生駒管理道。はい、管理道ですね。ここから、暗がり峠を目指して行ってみたいと思います。ちょっと寒いね。おお、ひんやりするね。はい、8号線、日本で最も狭いと言われている国道です。車がジャンジャン通ります。ジャンジャンは通らんよ。青かカエルの大合唱。夏やね、もう夏だけどね、はい、いつも行く末広さんです。11時58分、まもなく正午です。まっすぐじゃなくてこっち、はい、あの暗がり峠からずっと坂道を激下りしてきました、はい、そしてこの宝山寺方面に左にルートを取りますと、はい、正午です。ラッキーガーデンさん、スリランカカレーがいただけるということで初めて訪れております。桜のエリアと羊のエリアとあって、我々は今日は桜のエリアでコース料理をいただいてみようかなと。失礼いたします。お野菜の方がラッキーガーデンで採れた無農薬のお野菜を中心にしたサラダでございます。こちらですね、はい、こちらです。上に畑があるんですけど、はい、採れた、はい、羊さんがいるとこですね。あ、それのね、もっと奥に、あ、もっと奥、はあ、へえ。こちらがシェフのオリジナルドレッシング。すごい、ラッキーガーデンオリジナルとか、ね、すごい、販売もしております。販売もされてそうですよね。はい、こちらがスリランカ産の黒胡椒、世界一香りが高いでございます。これだそうです。はい、このままにようになってね。どちらもあのサラダにかけて召し上がってください、はい、こちらのおせんべいがパパダンと言います。お豆のおせんべいで、そのまま召し上がっていただいても美味しいんですけれども、今からお持ちするカレーをご飯に掛け合わせて混ぜて食べていただくんですが、はい、これを少し砕いてふりかけのようにして食べていただくのが、はい、スリランカスタイルなので、食感がね、はい、お試しください。はい、キャベツの麺ルンマというあのこれですね、はい、こちらとエビの炒め物でございます、はいはい、ではカレーお持ちいたします、はい、はい、お願いします。はい、赤いカレーがスパイシーなキーマカレーで、はい、黒いカレーがマイクラリーチキンカレーです。はい、2名サーブを取り分けとなりますので、スプーンでお皿の上にかけていただいてお召し上がりいただきます。はい、カレーが何種類かで混ぜるのがスリランカのスタイルとなっておりまして、はい、あのキーマがちょっと辛いカレーになるんですけれども、混ぜることによって中和されますので食べやすくなります。ぜひお試しください。はい、あとなんですね、パラータという、はい、デニッシュタイプのをご用意していきます。デニッシュタイプ、はい、カレーと合わせてご一緒にお召し上がりください。インドとはちょっと違いますね。そうですね、ちょっとスリランカの独特な感じです。
い、はい、承知しました、はい、では早速いただきます、はい、このでこっちが甘い方の、うん、これをちょっと混ぜてかける食べるのがスリランカ風だそうです、ね、こういうことですね。でも言われてもちょっととりあえず辛い方から食べたいので辛い方だけを食べてみたいと思います。あのちょっと肌寒いのでこれ持ってきてくださいました、親切ですね、はい、いただきます、はい、美味しいやつです。1700円です。あ、これね、コースで、はい、これ2人分入ってます、はい、待ってな、このオリジナルドレッシング。日が差してきました。これ桜が咲いてる時期もかなり綺麗かと思います。お気に入りはこの豆のチップスでしょうか。しっかり味がついてますね。もうせんべい美味しい、美味しい、でいただきました。ちょっとスリランカカレーといった時点でだいぶ惹かれてたんですけども、よかったです、美味しい、いただきました。私的にはこのサラダがですね、うん、これ美味しかった。あのマスタード風味のこの、うん、胡椒の香りもすごく高かったです。おっしゃる通り、これちょっとあのココナッツ風味でね、甘いカレーで、これもいいですね、うん、ナンはどうでしたか。もう美味しい、もう美味しい、なかなか美味しいと言わないんで美味しいらしいですよ。よかったね、よかったわ。春です。はい、はい、すみません、はい、ありがとうございます。はい、来ました、このビジュアル、うん、すごい。紅茶は新茶をご用意しております。はい。はい、ありがとうございます。はい、春です、いちごです。こんな見事な練乳がかってるいちごアイスをかつて見たことがあるでしょうか。いや、ない。大体のいちごパフェってこの辺にイランスポンジとかいろいろ入ってるけどね、純粋にいちごを楽しめますね。あ、すごいね、うん、ではいただきます。とても親切なあの店員さんで美味しい料理をいただきました。はい、りゅうちゃん的には何が美味しかったですか。何ですか。いちご、いちご、いちごパフェね、うん、美味しかったね。はい、ごちそうさまでした。 ありがとうございます。ここでテイクアウトもあるそうですね、うん、こんなの美味しそうね。うん、そしてシェフがスリランカの、うん、シェフ。シェフたちです。スサンタシェフ、うん、あの素材が何か美味しかったからね、うん、それぞれの素材がすごく調和した味でしたね、うん、そしてここからどこに、まあ、こっち来てるんでした、うん、でお昼から贅沢しちゃいましたけど、うん、見合った味に見合った値段だったね、うん、ここがいっぱいになったら羊のエリアっていうのがこの向かいで、うん、こっちはあのワンプレートランチだとかちょっとセルフスタイルのコースじゃない、ちょっと気軽に利用できる感じの、はいはい、ラッキーガーデンさんでした。これは美味しかったです。ごちそうさまでした。ナマステ。インディアだけど。押しとりましたね、これ。うわ、すごい。めっちゃ立派やん。来たことなかったっけ。初めて、初めて。行こう言いながら来たの初めて。宝山寺です。めっちゃ立派、びっくり。宝山寺、ここの真上に、まあ、ちょっとアングル的にも姿が見えづらいけど、あ、なるほどなるほど、もうすぐそこまでできるようになったね。下から見えてたということはここから下も見えるということね、うん、あ、見えるわ。へえ。うわ、ようさんお参り来てはるね。天使の役に。めっちゃ出るね。すごいな。
ーブル沿いを登っております、はい、結構斜度のきつい石畳であります、はい、生駒山城を目指してます。はい、面白いですよ生駒山城は。なんか乗る？の絶対乗らない。14時38分、距離は13キロ。可愛らしいケーブルですね。はい、この並行する形で登山道をずっと登ってきました。超石がついててね。あのブルとミケのケーブル。ブルとミケ。あ、ブルとミケ。うん、あ、ブルとミケね。どこもゆるキャラやね。そして我々が目指す山頂はちょっと面白いですよ。なんかチューリップってどこももう枯れてしまってんのにね、こんな無造作に咲いてんのが逆に面白いね。いや、あのね、もっとね、失礼ながら錆びれてると思ってたんだけどね、ここすごい活気があって驚きですね。この無料っていうのがやっぱツボやね。はい、今日はですね、はい、あのゴールデンウィークでたくさんお子さんがいらっしゃるので入ったらあかんということなんですが、このあそこご覧になれますでしょうか。生駒山三角点です。642メートル。はい、ここで、まあ、ここが今日来れるマックスということで、関西100名山第20座ターチやりました。SL が来ました。SL のため入ることができません。はい、じゃんじゃん。14時52分、おそおそにスタートしてもここは楽しめますね、本当。まあ山っていうよりなんかあの何行楽に来たって感じやね、うん、遊園地ありの、美味しいランチありの、ちょっとお参りありので楽しかったね。何も乗られへんかったかな。乗りたかった。私乗りも舐めたけど OK、うん、はい、はい、ここから降りてきてここに入ります。はい、入ります。こげかけた。で、ここ700メートルやったよね、うん、これが管理棟。あ、へえ。あ、ここ辻小にハイキングコースで、はい、こっち行ったらアジサイなわけね、はい、うーん。で、我々はここを、うん、石切駅の方に降りていきます。そうそう、はい、うん。石切駅に向かってます。はい、ここはあの石がちょっとゴロゴロしてて歩きにくいので、足ぐねってやらないように十分注意しながら降りましょう。はい。あ、ホタルがいるんだね。おお。水車のところまでやってきました。おー、この水車すごい大きくていっぱいよね。おお、上から。おー、水車ってすごいよね、うん。もうちっちゃいのあるで。あ、かわいい。あ、あの後ろの水車が動力になって動いてるわけね、うん。盛りだくさんやね。はい、石切神社へ着きました。時刻は15時47分。はい。はい。へえ、こっちから来るの初めてでちょっとびっくり。うん、こんな風になってんのね。石切様はすごくね、ご利益のある。病気が切れる、うん、出来物系の病気を切れるご利益があるということで、ね、うん、100度参りされている方もたくさんいらっしゃいますね、うん。そしてここから駅まではもうわずかやね、はい、はいはい、今日もありがたいことに一日楽しく過ごさせてもらいました、はい、また明日も出ますよ。明日は明日でまたお会いしましょう。